安心競馬場第11競走今日のメインレースは第69回農林水産省商店ル尾記念 G3 芝コース 2000m14 頭によって争われますスタートしましたさあ正面スタンド前先行争いですまだポジションが定まりませんが徐々に内から名将ルトが前その外からはトラストワン 内からプランスペスカ間をつくように東シャトルに里のノブレス外からはパッションダンスもポジションを上げていきますその外目につけました10番、山勝エース、浩井勢さあ各馬1コーナーカーブまず1番、名勝なると先手を奪って2馬身のリード。 単独番番番手トトラスワンがつけています外から7番パッションダンスが単独の3番手間をつくように3番里ノノブレスはわずかに4番手2馬身後方ですが10番山勝エースが続いてその後方から2番のプランスペスカ4番東シャトルその後は12番のステファノスちょうど中段そして内からだ半分差ゼッケン5番のアクションスターが続いております1馬身下がりました9番のマジェスティーハーツその後方から内8番の名将関白そして外13番のクランモンタナそして3馬身後方11番 フラガラハそして最後方、追走ですが14番のフレイジャパンという体勢内回りの第3コーナーカーブしていきます。 軽快に飛ばします名将・ルトのリードは現在3馬身残り800通過単独2番手、7番のパッションダンスがつけています3番手、3頭固まって山勝エース佐渡のノブレス、トラストワンその後ステファノスそしてプランス・ペスカ間からはスルスルと東シャトルも接近して好意が固まってまいりましたそしてその後ちょうど中段にマジェスティー・ハーツこれを外から11番のフラガラッハフラガラッハが戦くさまくるように上がっていきました連れてマジェスティー・ハーツも上がっていきました第4コーナーカーブから直線コースへと向かって 張り込みを図ります名将鳴門ですが外をつきましてはファッションダンス佐渡のノブレス、パッションダンス佐渡のノブレス、外からはステファノス、外からはステファノス、そして間をつくようには10番の山勝エースにプランスペスカ、しかし抜けているのは3番のサ渡のノブレス、サ渡のノブレス、外からは12番のステファノスがじわっと追い詰めてゴリ、しかし振り切ったのは3番、サ渡のノブレス、4つ目の重傷制覇。